はい、こんにちは。ドリブルクリエイターのしゅんぜです。今回はね、小学生、まあ初心者の方とかにもおすすめなドリブルの練習方法っていうのを取ってきたので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。細かいタッチを身につけるのは本当にね、この練習が一番、僕はおすすめなので、ぜひね、真似してやってみてください。はい、でね、ポイントがすごく大事になります。回数をね、ただ重ねていくだけでも大丈夫なんですけど、それよりも、やっぱりしっかりポイントを抑えながらやるっていうことが大事になるので、ぜひ、しっかりやってください。3月末に、ドリブル超進化っていうね、イベントの方をやるので、そちらの方をね、ぜひ小学生の方、来てください。で、毎回ね、本当に満員御礼になるような、3日間のね、イベントになるので、皆さん、楽しみに、来てください。あとは、コメントにね、どういう動画が見たいみたいなのを具体的に載せてくれるとね、例えばシザースの解説が見たいですとかあったら、どんどんやっていこうと思ってるので、はい、お悩み解決型の、ちょっと動画をこれからやろうと思うので、コメントよろしくお願いいたします。はい、あとね、パーソナルトレーニングもね、まだまだ募集してるので、タイミングがあった方は、まあ、いついつ空いてますかみたいなね、連絡、くれたら、結構ね、合わせることができると思うので、ぜひね、ご連絡の方よろしくお願いいたします。はい、それでは動画の方へ行きましょう。動画の方へ、どうぞ。
いかがだったでしょうか。今回の動画はこれで終わりになります。まあ、細かいねボールタッチっていうのはサッカーでめちゃめちゃね大事になってくるので、細かいタッチができるとその大きいタッチっていうのも合わせながらできるようになります。で、大きいタッチっていうのは割とねスピード上げるときに使うんですけど、細かいタッチっていうのは例えば狭い間を抜いてったり、タイミングをずらすために使ったりとか、はい、とてもね実は細かいタッチってめちゃめちゃ大事です。はい、で結構ねもうできてるよって思ってる人でもまだまだ足らないなって思うところとかもたくさんあるので、今に満足せずにもっともっと上手くなれると思うので、ぜひたくさん練習してみてください。で、まあそれぞれね3回ぐらいずつ毎日やるのが一番いいかなと思うので、で1日だけじゃ絶対上手くなりません。はい、それをまあ例えば1ヶ月2ヶ月3ヶ月っていう感じで続けていってもらって、そこからレベルアップしてもいいですし、でまあそのまま続けていくっていうのもねすごく大事になるので、継続を頑張ってやってください。じゃあね、冒頭にも話したんですけど、3月末と3月中もイベントたくさんあります。皆様来てください。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。バイバーイ。